皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原英一です。10月ももう2日目という日なんですが、すでに彼岸花、普段なら散っているタイミング、枯れてるタイミングですね、枯れてるタイミングなんですけども、今年はえらく持ってるという感じがしますね。今夕方なんですけども、これからこのトキナーの 100mm マクロ ATX-M100ProD とこのスリックのシステム三脚、システムカーボンの73を一緒に使って、さらにこのレンズベビーオムニクリエイティブフィルターシステムを使って彼岸花を、まあこの逆光、太陽が向こう側にありますから逆光で表現してみようというふうに考えています。川沿いの道にずっとこのように彼岸花が連なっているところで、この逆光を生かして彼岸花を撮っていこうということですね。はい、こういった形で狙っていきます。今感度200で F3.2 1/1600秒です。実はこのトキナーの 100mm マクロは F2.8 開放絞りなんですけども、ニコン系列のカメラと同じ形式ということで、これ以上絞りが開かない、つまり実絞りで出るということですね。レンズが繰り出している分、暗くなった分を反映して F3.2 という数字で出ています。で、実際撮ってみると、はい、こういった感じで、なかなか被写界深度が浅い感じで表現されました。せっかくですから、この動画の表現というので、遠くの彼岸花から近くにだんだんピント送りをするなんていうのもやってみると面白そうですね。さらにレンズベビーの主にクリエイティブフィルターシステムを取り付けます。トキナーの ATX-M100ProD 100mm マクロレンズはフィルターサイズ 55mm ということで、ステップアップリング 55-58mm、オムニに付属のものと、あとはこのレンズベビーオムニクリエイティブフィルターシステムのベース部分ですね、これをねじ込んでいきます。で、このベース部分にフィルターを取り付けると。まあ、このベース部分、実は磁石でついてるだけなので、好きな位置にこうしてずらすこともできます。まずはこのレインボーフィルム、まあ、効果が出るんでしょうか、やってみたいと思います。あ、結構効果出そうですね。まあ、これをこう動かしてるだけなんですけども、結構効果出そうで、これで写真を撮っていきたいと思います。はい、プラマイゼロで撮るとこの光の線の関係でかなり暗めな感じなので、露出補正をプラス 1.3 これぐらい入れて撮ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。次はこのストレッチグラスを取り付けていきます。はい、こういった形で取り付きます。前ボケにガラスが1枚入ったような感じという表現ですかね。まあ、こんな感じで表現ができました。まあ、このフィルター自体がこういう形で動かせるので、動画の表現の方が面白いかもしれないということで、動画でも撮ってみましょう。撮影してるうちに少し光の具合が変わってきてしまったんですね。で、ちょっと撮影ポイントを変えて、あと最後シーホースワンドをやってみたいと思います。はい、ポイントを変えてこういった場所にやってきました。まあ、結構背景が暗く落ちるので、写真的には見た目と違ったような表現になっていますね。まあ、これを
今度はシーホースバンドを入れて取っていこうと思います。はい、それではこのシーホースバンド、まあ、タツノオトシゴ型ですね、これを取り付けて撮影というふうにしていきたいと思います。なんか形から想像がつかないような効果になりそうですね。今回はそろそろもうシーズン最後になりそうということで、この時のあの ATX-M100ProD とレンズベビーオムニフィルターシステムですね、クリエイティブフィルターシステムを使って撮影をしてみました。まあ、なかなか見かけと違う表現ができたのが面白かったと思います。まあ、今シーズンの彼岸花の撮影これで最後になるかと思いますが、また来年も新しい表現を求めてやってみたいと思います。